私の人形さばき見せてあげるわ。全力は出さないわ。戻りなさい。よっ、この包囲も抜け出せると思わないことね。なんだか面白い味がする飲み物だな。私の人形さばき見せてあげるわ。どうよ。なかなかいい味じゃないか。こういう場合、あんまり長居するとろくなことが起きないんだよな。何すんだ。こういう場合、あんまり長居するとろくなことが起きないんだよな。私の人形さばき見せてあげるわ。そんな人形たちよ。you
長居するとろくなことが起きないんだよな。ほどほどに頑張るな。もう今抜け出せると思わないことね。人形たちよ、なかなかいい味じゃないか。これはうまいな。なかなかいい味じゃないか。これはうまいな。なかなかいい味じゃないか。これはうまいな。なかなかいい味じゃないか。どうよ。
こういう場合、あんまり長居するとろくなことが起きないんだよな。なかなかいい味じゃないか。どうよ。おかしいな。何すんだ。やどうよ。てえ。そら。てえ。どうよ。てえ。ばあ。喉が潤ったぜ。今度は本気出そうかしら。お、これはうまいな。人形たちを外した。やそら。私の人形さばき見せてあげるわよ。Yeah!
なかなかいい味じゃないか。私の人形から見せてあげるわ。どうやって行くんだ。やっ、こういう場合、あんまり長居するとろくなことが起きないんだよな。お、これはうまいな。なかなかいい味じゃないか。これはうまいな。なかなかいい味じゃないか。お、これはうまいな。なかなかいい味じゃないか。これはうまいな。なかなかいい味じゃないか。これはうまいな。なかなかいい味じゃないか。これはうまいな。こういう場合、あんまり長居するとろくなことが起きないんだよな。この通りも抜け出せると思わないことにしたいな。こいつは。面白い味がする飲み物だな。全力は出さないわ。どうや。
私の人形さばき見せてあげるわ。何すんだ。人形たちよ、踊りなさい。操られるままに。なかなかいい味じゃないか。これはうまいな。なかなかいい味じゃないか。これはうまいな。なかなかいい味じゃないか。お、これはうまいな。あんまり長居するとろくなことが起きないんだよな。どうや。なかなかいい味じゃないか。
こういう場合、あんまり長居するとろくなことが起きないんだよな。ほどほどに頑張るわ。なかなかいい味じゃないか。なかなかいい味じゃないか。こういう場合、あんまり長居するとろくなことが起きないんだよな。私の人形さばき見せてあげるわ。はあ、早い。そんな人形たちよ。やあ、上海人形。あら、早い。どうや。この包囲も抜け出せると思わないことね。
ようこそ丹沢屋へ。らっしゃい。その品はな、毎度あり。また来てくれよ。こういう場合、あんまり長居するとろくなことが起きないんだよな。なかなかいい味じゃないか。私の人形さばき、見せてあげるわ。なかなかいい味じゃないか。私の人形さばき、見せてあげるわ。
なかなかいい味じゃないか。痛いな。踊りなさい、行きなさい。操られるままに踊りなさい。場合、あんまり長居するとろくなことが起きないんだよな。この包囲網抜けさせると思わないけどね。こっちね。喉が潤ったぜ。どうよ。こっちめ。やっ。痛いな。場合、あんまり長居するとろくなことが起きないんだよ。私の人形さばき見せてあげるわ。
め。なかなかいい味じゃないか。逃がすか。そこだ。やっ。今度は本気出そうかしら。私の人形さばき見せてあげるわ。面白い味がする飲み物だな。そんな外した。人形たちよ。はっ。これはうまいな。どうよ。なかなかいい味じゃないか。この包囲網抜けさせると思わないことね。あら、
だいぶ奥まで進んできたけど、まだまだ先は長そうだな。あれ、何してるんだ、アリス。上海。ほーらーい。記憶を吸われて道を忘れてしまうかもしれないのよ。なら目印をつけておくのは定石でしょ。さては食べかけのパンをちぎって置いてるんだな。いいえ、魔法の糸をはわせているのよ。言っておくけど食べられないからね。上海。ほーらーい。じゃあこの浮かんでる結晶は関係ないんだな。浮かんでいる結晶？ちょっとあんまり不用意に触らない方が。平気平気。うわっ！マリサ？重い。どうした？私のおとといの晩ご飯はオムレツだった！どうでもいい情報をありがとう。多分これ大精霊樹が吸った記憶が結晶になったものだぜ。触れるとその記憶を垣間見ることができるみたいだ。へえ。本当ね。こんなもんが現れるってことは意外と終わりは近いのかもしれないな。気合を入れていくぜ、アリス。なんだよその顔。あなた一人でこっそりと決めポーズとか練習してるのね。勝手に見てんだよ。出来心だよ。弾幕はパワーだぜ。冒却魔法。記憶をなくすまでミニハッケロで後頭部を強打する。わかった。忘れるから。本当か？今の記憶に触れた時、その時マリサが感じていたであろう気持ち、感情が流れ込んできた。まるで自分自身のことであるかのような錯覚を起こしそうになったわ。今のはどうでもいい記憶だったから大丈夫だったけど、もし悪い記憶やそれに付随する邪悪な感情が流れ込んできたら。マリサ、この先気を引き締めていかないと痛い目を見るかもよ。どんな決め台詞練習。